上成塚古墳は奈良県天理市石上町にある古墳。形状は前方公園墳。石上豊田古墳群を構成する古墳の一つ。史跡指定はされていない。奈良盆地東園平尾山丘陵町部に築造された大型前方公園墳である。小谷を隔てて西100メートルにある石上大塚古墳と並列する。これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は 前方後円形で前方部を北北西方向に向ける。噴球表面では円筒波庭が認められるが、吹き石は明らかでない。噴球首レブ西側には作り出を有し、水液が出土している。また前方部北西隅には方形張り出しを有するほか、前方部の三面には円筒波庭を伴う平坦面が巡らされており、この部分を含めると全長は128メートルにも、 及ぶ。主体部の埋葬施設は、公園部における、両袖式の横穴式石室で、巨石を用いた大型石室であり、南方向に開港する。副葬品はつまびらかでない。この、上成塚古墳は、古墳時代後期後半の6世紀後半頃の築造と推定される。後期古墳としては、奈良県内で、有数の規模の古墳になる。付近では、 上成塚古墳の他にも、高級大型前方後円墳として、石上大塚古墳、別所大塚古墳が分布するが、3期は同様の、墳休規模、石室規模、築造時期であることから、類縁関係にあると想定され、一体の群衆墳の名主墳として、物のべしの主張母とする説が挙げられている。なお古墳名の上成とは、石上大塚古墳を、 小波と儀したことに由来すると推測される。古墳の規模は次の通り。石室原室主体部の埋葬施設としては、公園部において、両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室は、花崗岩の巨石が使用された大型石室になるが、現在は、沿道部の大部分が破壊されている。原室の奥壁は3段積み。 側壁は、おおむね四段積みで、天井石は三枚である。原室内では、歴史石が敷き詰められているほか、石棺材とみられる、業界岩の破片が認められる。ありがとうございます。